皆さん、こんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日もドジャース情報からやっていきますけどもね、えー、この前もお伝えしていたと思うんですけども、マンシーがちょっと体調不良で試合には出ていないんですが、まあ、韓国には一緒に行く予定であるということでね、言われておりまして、まあ、フライトでドジャースと合流かということで、えー、今日のドジャースネーションの方にも書かれているんですよね。ただなんか体重が4.5キロぐらいですかね。 10ポンド、10パウンド落ちてるっていうことなんで、4.5キロっていうことでね、ちょっと、えー、検索したら出てきたんですけども、まあそれでも一緒にね、韓国に行く予定であると。で、コロナではないらしいんですけども、なんかウイルス性のものにやられているということでね、まあそういう状況にはなっているというところでね。あとはあの、ピッチングアシスタントコーチもね、体調不良なんて言われてたから、まあ同じ症状なのかわかんないですけどもね、まあそちらも二人ともこう一緒に、 ま、韓国には行く予定であるとは言われておりましたけどもね。まあ、本当にね、このまま行くのか行けるのかどうなのかって話ですけどもね。ただ、こう、ベッツがショートにね、入ったことによって、また三遊間の話が変わってくると思うので、まあ、この記事ではですね、その、まあ、ベッツとマンシーの二人のね、三遊間のケミストリーを高める時間にね、この韓国でなるといいなということでね、期待していると書かれておりますけどもね。 ま、本当に大丈夫なんですかね分かんないけどもね。ということで、えー、一応回し韓国に行きますよという話ですね。あとはですね、ウィル・スミスですね、今日の試合に出場する予定ではあったわけですけども、えーまあ、飛ばしたというかね、入れ替えたって感じになりまして、まあ、腰かな背中の張りということみたいなんですけどもね。だからちょっとラインナップから外れて、でもってね、韓国前最後の試合なので、まあ、どうするのかっていうところですよね。 まあ重症でないなら普通にね、えー、行くとは思いますけども、ただね、ちょっと問題があるのであれば、まあ残ってっていう形にもなる可能性は出てくるかもしれませんけどもね。まあでも、とりあえず一緒に行くのかな。まあ続報としてはまだね、入ってきてない感じなので、えー、ちょっとわかんないんですけどもね。まあ出発すればわかると思いますけども、一応、ウィル・スミス、ちょっとね、ドジャースの正捕手が、今日ね、ラインナップから外れてっていうことなんでね、ちょっと心配だなと思いますけどもね。 まあ軽い感じだったらいいなというふうには思いますよね。続いて今日のおしレジスターの記事になりますけども、ドジャース関連のねえ、ビューラーの記事なんですけどもね。まあビューラーも今シーズンでこうね、終了したら FA になる予定なので、まあその後ね、どうするのかなっていうことですけども、まあビューラーとしてはね、ドジャースに残りたいっていうのはあると思うんですよね。だから僕の携帯はいつもオンだよということでね、言っているということで書かれておりますけどもね。ただやっぱり手術明けで、 しかも2回やっていてっていう状況の中なので、まあ、今シーズンどれぐらい投げられてね、えー、どれぐらい復活するかっていうところでね、まあ彼の評価も変わってくるし、ただそうやってね、複数回手術したっていうのはもちろんあるのでね、 まあそこは影響しないわけではないとは思うので、とりあえず、まあまず復帰して投げて、しっかりと勝てるように、いいピッチングをしたいということでしょうけどもね。それによってはっていうね、感じかとは思うんですけども、ただドジャースとしてもやっぱりね、えー、今年結構補強しちゃったのでね、まあ彼と再契約するポジションが残ってるかっていうとちょっとわからないしね、まあ若手もどんどん出てくるからね、なかなか、まあ残りたくても残れないっていうね、えー、感じでもあるかもしれませんけどもね。 ただ、まあ、彼自身としてはね、どっちにしろ、えー、復帰していいピッチングをするだけだと思うのでね。まあ、そこに向けて頑張っているという感じだと思うんですけどもね。まあ、でも、えー、ドジャスには残りたいけどもっていう感じでね。ただ、なかなか難しいっていうのはね、いろいろとあるから分かっているみたいな感じでも書かれておりますけどもね。ただ、あの、元気にですね、その5月ぐらいですかね、戻ってくる予定ではあるということなので、まあ、そこで戻ってきて、 で、ポストシーズンで暴れてもらえればっていう感じだと思うんですよね。ドジャースもそのね、えー、完全な状態で彼をポストシーズンのところで投げさせたいっていうのがあるので、まあ開幕は別に無理させないっていう感じではあったわけですからね。まあそれが実現して彼の評価につながればいいかなと思いますしね。まあドジャースに残らないとしても、注目の FA 選手には踊り出てくると思うんでね、ちゃんと投げられればね。だからまあそこでね、えー、評価変わってくると思うんで、まあ頑張ってほしいなというふうには思いますよね。 そして、この前ですね、ピッチャー教習を受けてしまったね、えー、トライネンですけども、ブルペンでの投球もね、したということで、えー、経過は良好であるということなんで、開幕ロースター入り、そして韓国での登板が期待されるということでね、mlb.com にも出ておりますので、まあ、とりあえず大丈夫だったのかなっていう感じでしょうかね。まあ、こちら良かったなっていうところでしょうかね。そして、こちらにですね、あの、ウィル・スミスのね、えー、状態もちょっと書いてありましたけども、えー、腰の張りっていうことなんですけども、 ま、心配はしていないと、ロバーツ監督としてはね。ただ、ウェイトルームでちょっと痛めたということらしいですね。だから、2、3日前から痛みが出てきていたということで、えー、野球的にはいい状態にあると感じているっていうことなんでね。まあ、あんまり心配はしていないという状況なんで、韓国もそのまま行くのかな、ということだとは思いますけどもね。 ということで、重症じゃないことを祈るということですかね。そして、こっから今日のドジャースオープン戦情報、アメリカですね。韓国前、アメリカ最後の試合となりましたけども、8対1でね、マリナーズに敗れるという今日のね、試合になっておりますね。そして、今日の周平は3打数無安打2三振という感じで、えー、まあ韓国前は5割、打率は5割で OPS は1.486で、えー、まあ韓国に向かうという形ですね。まあ、今日のそのライトフライスすよね。あれ何なんですかね。 行ったーって感じだったけども。まあ、なんか、ボールが垂れてきたのか。 風の影響なのかね。まあ、その、打球にかかってたスピンがトップスピンかなんかかかってて落ちてきちゃったのか。まあ、今日結構風吹いてたからね。そんな感じの影響を受けたのかわかりませんけどもね。完全に行ったのかなみたいなね。彼のね、動き的にはね。ただ、打ってちょっと走ってから、まあ、球が落ちてきてるのが分かったんでしょうね。走ってたからね。いや何かしらがあったんでしょうね。ということでね。ちょっと、まあ、えー、入ったかなと思ったんですけどもね。手前で、えー、捉えてしまったという感じでしたけどもね。 ま、そんな感じでしたね、今日はね。で、あとはまあ、あ、えー、見逃し三振でしたがね、が2個っていう感じだったかなと思いますけどもね。そして山本義信も4.22軍8アンダー、4失点1フォアボール7奪三振ということでね、まあ、今回のピッチングをちょっと失点してしまったような形にはなりましてね、ま、いろいろと課題が残るピッチングだったかなと思いますけども、それはま、後ほどね、お伝えしていこうと思いますね。で、今日はまずね、1回表ですね、ピッチャーが山本義信と、 えー、クロフォード三振、フリオ三振、ポランコ三振と、三者三形でですね、素晴らしい立ち上がりでした。ッ一回裏ピッチャーローレンス、ベッツファーストフライ、昌平がライトフライと。まあ、これですね、あのー、ね、さっき言った落ちてきたなってやつね。で、ツアウトからフリーマンがセンターのヒット、テイラーがレフトへのツーベースで、二三塁のチャンスでしたけども、ヘイワードが、えー、ライトフライと。二回もてガーバーがサードフライ、ハニーが三振。 フランスにフォアボールを与えましたけども、ロハスをショートゴロフォースアウトで、えー、2回もね、抑えまして、2回裏アウトマンがライトへのツーベースで先頭出ましたけども、バーンズがセンターフライ、ラックスがセンターフライ、オーイングスがファーストフライということでね。 まあ、ノーアウト二塁のチャンスは活かせず。三回もでですね、トラメル三振、ザバラがレフトフライ、クロフォードがレフトへのヒットで出塁、えー、しましたけども、不良をレフトフライに抑えまして、三、えー、回もね、無失点と。3三回ぐらいですね、ベッツがレフトへのツーベースで先頭出ましたけども、まあ、牽制アウトということでね、翔平も、ヘイヘイって言ってましたけども、まあ、ちょっとクロフォードとね、お話ししながら、まあ、外野の守備位置を見ててね、ピッチャーのを見てなくて背を向けちゃったんだよね。 その隙に投げられたみたいなところでね。まあ、あのー、公式戦は始まったらその辺はちゃんとね、やってほしいなと思いますけどもね。まあ、やってはいけないミスではあるんですけども。まあ、ちょっと、まあ、ね、えー、スプリングトレーニングの感じでやってるんで、あれなんでしょうけどもね。いう感じですね。で、えー、翔平が三振、フリーマンがサードフライということでね。まあ、こちらもまたね、えー、先頭でツーベースで出たわけですけどもね。まあ、ミスでちょっとチャンスは潰れたと。で、4回もですね、ポランコがライトのヒット。 そしてガーバーもライトへのヒット。で、ハニガーもライトへのヒットで、ノーアウト満塁となりまして、フランスのレフトへのヒットで2対0、えー、マリナーズ先制。で、ノーアウト1、2塁と。ただ、後続のロハスは三振、トラメルセンターフライ、ザバラがライトライナーと、えー。その後は3人で抑えましたけども、4連打浴びて2点を先制されたと。そして4回ラーピッチャームニョス、テイラー三振、 ヘイワードがライトライナーで、2、えー、アウトからですね、アウトマンがレフトへのヒット、バーンズがレフトへのツーベースで2対1と。まあ、このツーベースはちょっとね、えー、相手のトラメルの判断ミスみたいなのもありましたけどもね、えー、ただま、1点取れたとで。続くラックスは三振。そして5回もてですね、クロフォードがレフトへのヒット、不良がライトへのヒット、そしてワイドピッチでノーアウト2、3塁となりまして、えー、続くポランコは三振に取りましたけども、ガーバーがレフトへのツーベースで4対1と。 えー、ハニがーが足のところで、ここでね、えー、ピッチャーラメットにチェンジということでね。フランスはレフトフライということで、まあ、4回だから、五、えー、5回途中か。4.2イニングなんで5回途中で交番という感じの山本義信になりました。で、5回裏ピッチャースパイアー。オーイングスがフォアボール。ベッツがサードゴロフォースアウト。ただベッツ盗塁失敗レッツアウトとなって、翔平は三振と、えー。そしてその後ですね、6回に1点。そして7回に3点ということでね、追加点を取られまして、 ただ、えー、ドジャースはですね、4回の1点しか取れなかったということでね、まあ今日は8対1で負けたという試合になっておりますね。で、これでアメリカでのオープン戦、韓国前は最後となりましてね、まあいつ移動するんですかね明日も移動するのかな今日やってるのかなちょっとわかんないですけども、もう韓国に向けてって感じにはなってきますね。 というところでね、えー、まあ今日の翔平は、えー、見逃し三四眼に行2個かなと、えー、そのさっき言ったね、いい当たりだったけども、なんか入んなかったフライっていうのが1個ということでね。まああれもいい感じで高めね、打てたと思うんですけどもね。ただまあ何かしらがあったんでしょうね。 球が落ちてきちゃったのか、スピンの問題なのか、風の問題なのかですかね。ということで、まあ、行ったーって思ったんですけどもね、入んなかったということでね、まあそこはちょっと残念でしたけども、まあ、そのね、韓国行く前の、えー、オープン戦の成績としてはね、もう5割のね、オ、え、ペ、ー、OPS1.486 なんで、まあ全然問題ないというかね、むしろ上出来だったろうという形でしょうかね。まあ多分、 こんだけの数字になってから開幕するというか、まあそうやってあんまり思っててなかったんじゃないかなと思うんですよね。もちろんね、全然売ってないとは思ってないけども、まあ5割ですからね、半分売ってるみたいなことなんでね。でまあ、毛が明けなんでね、えー、十分間に合ったというかね、えー、十分なこう、まあ、開幕前の調整になったんじゃないかなと思いますけどもね。まあ,あとは昨日も言ってたけど、その、 え、コンタクトのところが一発で、二発で、甘いとこ来たら仕留められるようになってくればっていう話じゃないですか、開幕してね、えー、試合を追うごとに。っていうふうには思いますけどもね。で、まあ最近そのスイングの動画とか、まあ、自分でこうね、野球を、自分でプレーすることが最近なくなってきてんで、個人的にね。だから、こういう野球の試合は見てますけども、自分で打つためにこうしようとかっていう動画はあんま見てないわけですけども、まあ、このところその縦振りっていうのでね、 まあ、ジャッジとかもそうですし、ショエもそうだし、まあ、フリーマンとかベッツもそうですけどもね、トラウトとかね。まあ、その辺もまあ、大体アメリカの選手って大体そんな感じで、まあ、横振りっていうのも言いますけどもね。ただ、まあ、ある程度そういう感じで振ってるわけですけども、それをちょっとね、やっぱり、なんだろうな、日本で野球やってきた人の理解というかね、全然違うんですよね、やっぱり感覚としてね。だから、まあ、それは理解して、彼のスイングを見ると、あ、そういう感じねっていうのが、 ま、なんとなくわかるかなと思うんだよね。だからちょっと見てたんですけどもね、このところでね。だからま、昨日のとか、そのね、えー、今シーズンのオープン戦の最初のホームランなんかもそうなんですけども、まあ、あれ普通の感覚だったらあっちに運べるっていう感じはないんだけどもね。ただやっぱりそういうスイングになってるから、まあ、どこでも運べるんでしょうね。力が伝わるからしっかりとね。っていうのもわかると思うし、まあ、今日の高めとかがやっぱり課題だったわけですね。その縦振りの人たちっていうのはね。で、今度、 まあ、高めをね、使うようになってきたじゃないですか。そこをまた、しっかりと対応していくスイングがね、高めを打つスイングっていうのがまああるわけなんですよね。それがまあ、えー、できてきてるから、まあ、ああいう形で今日もね、まあ、ホームランになんなかったけども、まあ、いいだけは飛ばしてるっていう感じなわけですよね。あとはタイミングずらされちゃった時に、えー、結構ね、まあ、片手で最後、まあ、残って拾って、で、ライトに運ぶみたいなね、ヒットも結構ありますけども、 それも普通だったらもうタイミングずらされて、あーってなっちゃうのが、まあ、えー、ずらされたなってなってから、捉えられる、まあ、なんてうでしょうね、ポイントというか、そこが2段階ぐらいあるらしいんですよね。そういう振り方をすればね。だから多分、まあ、あれぐらいの体勢崩れても、まあ、最後こうね、えー、まあ、巻き込んでっていうとあれなんですけども、まあ、そんな感じで向こうにね、ライト方向に、外にね、逃げていくような球でも、抜かれても、 あっちに残ってね、えー、返せるっていう感じなのかなと思うんですよね。運べるというかね。だからまあ、率も残ってんのかなとも思いますしね。で、あとはファールになりやすいというか、ミスったらファールになりやすいらしいんですよね。だから本当だったら、えー、ボンダで終わっちゃうのがファールになるということらしいので、まあそれがあるからこそ、こうブーンって振ってね、ファールってなって、それがまあちゃんとね、コンタクトしたら飛んでいくし、 ミスったらファールになってもう一回チャンスがあるみたいなことですから、まあそういうことらしいですよね。だからまあファール結構打ってますけどもね、それが放出戦に入ってきて、まあなかなかこうね、一発で捉えられればいいけども、ミスった時にボンダにならないっていうことなんで、まあファールになってて、 まあ昨日もね、ファウルで逃げられればっていう話はしましたけども、それでね、えー、その間にどっかね、甘い球とか来て捉えられればいいわけですけどもね。まあ理想はその甘いとこ来たら一発で仕留めるっていうのが理想ですけども、甘いとこばっか来るわけじゃないんでね。その他でこう勝負してて、まあ厳しい球もファウルになって、でまあそのうち甘いとこ来たら捉えるっていう感じもあるわけですからね。 というところでね、また公式になったらね、そういう厳しい戦いというかね、いいピッチャーとのそういう戦いも見られると思うんでね。まあその中でどういう感じでね、まあファウルで逃げられたとか、まあ甘いとこ来て仕留められたとか、そういう感じでもちょっとね、えー、見てもらえたらいいかななんて思いますね。という感じのまあ昌平のスイングのね、感じについてっていうところですけどもね。 ま、今日はそのね、ライトフライは惜しかったと。で、山本さんですよね。4.2人が8安打4失点。で、1フォアボールということですけどもね。まあ、初回から3回まではね、いい感じで無失点でいったんですけどもね、4、5とちょっと連打されて点が取られたっていう感じにはなりましたよね。で、今日まずセットポジションのグローブの位置ですよね。が、ま、あ変わってたっていうかね。最初は、ま、ベルトの位置ぐらいに行ってから、 胸のぐらいまでこう上げてから投げてたわけですよね。それがもうなんかベルトの位置固定みたいな感じで今日は投げてましたし、だから、まあ、えー、癖バレっていうのをね、防ぐためにいろいろと調整してるのかなとは思いますよね。で、その中でちょっとやっぱり今日はね、えー、コツ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 、まあ、長打はそんなに打たれたわけじゃないんですけども、 あとはまあ、守備位置の関係とかいろいろとあったと思いますけどもね。それが重なって、まあ、連打になっちゃってみたいな感じではあったのかなと思いますけどもね。それでまあ、たれたという感じでしょうかね。で、まあ、あとそのね。 ピッチクロックのね、違反も一個あったのかな。だからその辺のやっぱりね、慣れっていうのも、まあこれからね、どんどん必要になってくるのかなと思いますし、あとはそのセットポジションがね、え玉、ー、の位置というかグローブの位置変わってることによってちょっとタイミングが違ったりとかっていうのもあると思うので、まあそれもね、どれで行くのかですよね。 今日のでもうずっと行くのか、ね、その癖バレを防ぐために。それだったらまあ今日ので随分と慣れていく必要があると思いますし、タイミングとかね、っていうのもあるのかなとも思ったし、あとはね、ちょっと今日途中から抜けてる球というか変化球が抜けちゃってるとかっていうのも結構あったと思うんでね。まあ、その辺も影響しているのと、あとは相手の作戦というか、まあ、作戦かわかんないけども、結構初級ファーストストライクね、打ってきてたんですよね。それをもうなんだろう、えー、思いっきり打ってくるというよりかは、 まあ、K だっていうかね。うん。まあ、繋いでいくというかね。まあ、そんな感じの雰囲気でコツコツやられたのかな、ということは思いましたけどもね。で、割とそのストライク入れてくるというかね。まあ、コントロールがいいピッチャーという情報はあるわけですから、まあ、ある程度ストライクゾーン来んのかなっていうところで、まあ、若干やっぱね、えー、ちょっと甘くいくとヒットにはされるよねって感じでしょうかね。それが続いちゃったっていう感じかな。 あとはまあ、まっすぐがなんかね、セットポジションでその、コツコツやられてる時に、まっすぐが打たれてるような雰囲気があってね、まっすぐ系っていう感じはしたので、まあそこがまあセットに入ってタイミングで今日、えー、いい球がいってたのかどうなのかっていう話ですよね。まあその辺のデータはちょっとわかんないんであれなんですけどもね。まあ、えー、その辺なのかな、今日はね。だからすげえドカーンと行かれたわけじゃないけども、コツコツやられちゃったっていう感じですよね。 なのでまあ、そのファーストストライクを簡単に取りに行かないとかですね。まあそういうところもまあね、シーズン始まってデータが出揃ってきて、で、相手がどういう感じで打ってくるかっていうのを見てね、やっていくと思うので、まあ今はそのね、どうでもいいかもしれないんですけどもね。まあシーズン始まれば色々と考えてやるとは思いますからね。まあ今日はそういう感じで多分ね、えー、本当に初級打ちというか、 まあそういうのが目立ってきたかなと思うのでね、それをこう、まあ打たれちゃったっていう感じでしょうかね。入りを注意したりとかっていうのはもう本当にね、えー、やっていくとは思うから、まあいちいち言う必要もないと思うんですけどもね。ただそういう感じでしたかね、今日はね。あとはなんかたまに腕をね、プルプルなんかやってる時あったんですよね。その、投げてなくて、球を受け取った後とかね。だからどうなんですかね、腕疲れてんのかどうなのか。 まあ別にね、えー、何でもなくても振ってる人もいるから、まあ一概には言えないですし、まあ今日も別になんか監督のコメントとしては問題なさそうだから大丈夫なんでしょうけどね。まあ、ちょっとなんか振ってたからね、気になった部分でありましたけどもね。まあコールのこととかもあるから、まあなんか大丈夫かなとか思ったんですけどもね。 まあ、とりあえずその辺は問題がなさそうなので、えー、試合後の感じで見ればね、うん、だから大丈夫だと思いますけどもね。というところで、まあ、そのね、今日は入りとかその辺をちょっとね、今後注意していく必要があるかなと思いますけども、まあ、あとはね、開幕したらそのもう、本当にすごいデータ量とかでやっていくと思いますから、初級狙ってきている相手に対していきなりね、ストライク甘いところに投げ込もうっていう感じではなくなってくると思いますから、まあ、それはね、データ見て、ま、いろいろとやっていくと思いますしね。 あとはまあそのね、中で質の高い球を投げ込めるかですよね。今日が質が悪かったかっていうのはちょっとね、そのスタッドキャストがないからデータがね、わかんないんだけども、まあそういうことですよね。だからまあ、開幕してこんだけやっぱ打たれて点を取られ始めて、で、それが何試合も続くってなると問題ですけどもね。 まあ、スプリングトレーニングなんで、とりあえずね、いろいろと課題は見つかったと思いますから、まあそこを修正して、えー、まあ来週の開幕戦に向けてっていうところで、またね、調整してもらえればいいのかなと思いますけどもね。っていう感じのまあ今日の山本義信でしたかね。そしてまあ今日はね、その他ピッチャーもちょっと点は取られてんですけども、えー、その後最後8回、9回かな、えー、ベシアと、えー、ファイアライツ園は、 点を取られてなくてですねまあべしはちょっとヒット打たれてますけどもね、えー、ただ無失点でいってるのでそのメジャーワーク的な部分で考えるとまあその2人は押さえたからねまあ、とりあえず良かったのかなとそこはね思いますけどもねっていう感じのまあ今日のドジャース情報かなと思いますねえー、そしてまあこの後またね韓国行ってでエキシビジョンが西シアあのかなまあこれもなんか mlb tv の方でね予定見てみたら まあ一応、まあ、出てましたので、放送というかね、放映されるのかな ?MLBTV でもね。で、日本のテレビでもまあ、やるってことなんで、まあ、どっちにしろ見れるかなと思いますけどもね、そのエキシビジョンもね。で、あとは公式戦の方もちゃんと MLBTV でも見れそうなんでね、とりあえずよかったなと思いますけどもね。という形で、まあ、この後はもう、本当に開幕戦となりますのでね、あと1週間ですかね。となりますのでね、楽しみに待ちましょうという感じでしょうかね。 続いてヤンキース情報になりますけども、えー、コールの話ですね。まあ、今日も複数なね、えー、アセチックとかニューヨークポストとか、いろいろなところで報じられておりますけども、少なくとも1、2ヶ月は欠場だということになりました。で、まあ、からかうと最悪ではないけども、さ、あの、良かったという感じでもないというね、えー、ところですよね。現状は1、2ヶ月なんで、 ま、これがもっと悪い感じになる可能性もあるっていう話なわけですよね。で、まあ、コールとしては最初ね、検査を受けていってですね、そこの検査ではですね、人体の断裂っていうのは、ま、発見するっていう状況にはなってなかったっていうことなんですよね。ただ、これも100%、これでね、えー、無傷だっていうことは言えないということなんですよ。発見できない場合があるんですって。で、それでさらに精度の高いですね、MRI っていうのもあって、まあ、それを受けてるかわからないんですけども、 えー、ロサンゼルスに向かってですね、えー、ニールさん、まあ、翔平をね、知っといかな、に、えー、直接見てもらうということにはなっているらしくて、まあ、今日もう行ってんのかなと思うんですけどもね、まあ、そういう状況であると、だから追加の検査が何かしら受けて、で、そこでまあ、見てもらって判断という形にはなってくるというところですね。それが出れば今後どういう感じになるかっていうのがまあえー、詳しくは分かってくるのかなと思いますけどもね。現状その断裂は見られてない状況だったわけですけども、肘の関節に、 炎症が見られたっていうことなんで、まあそれがね、えー、腫れが引いて炎症が収まるみたいなことで、で、その後投げるのをね、にはどうしていくかっていうね、治療というか、まあどうしていくかみたいなところにはなってくるのかもしれない。このまま今シーズン復帰できるとすればね、っていう状況にはなると思いますけどもね。まあこれがね、えー、まあ断熱がないとしても、なんかしらのね、若干の、まあ、 ダメージがあるとか、初期のダメージというかね、軽いダメージがあるとか、まあそういう状況になった時に、まあ保存療法で行くのかとかね、いろいろとあると思うんですよね。まあ手術するまでもないとかね、うん、まあちょっとわかんないけども、ただそれがあっても、結局投げ続けていたら、ね、えー、必要になってくるかもしれないよね、トミー・ジョンがね、という状況でもあると思うので、まあこれはね、えー、どういう判断が下るかわかんないんですけども、 まあ大丈夫で今シーズン復帰できるってなっても完全に安心はできないと思うんですよね。将来的にはね。だ将来的にはそういう形になっちゃうかもしれないしね。トミー・ジョンが必要っていうのはね。でもこれはまあ、えー、しばらく、まあ、ちょっと不安っていうものは付きまとってきちゃうのかなとは思いますけどもね。まあ、マー君の時もそうだったけども、まあ彼もそのね、えー、保存療法で言ったけども、しばらくはずっと言われてたからね。だからそういう感じにもなっちゃうので、 まあ途中でやる必要が出てきちゃったらもう先にやっといた方がいいみたいなのもありますしね。ただ、えー、その損傷がね、ないんであればね、やる必要もないわけですからね。まあ難しい判断になってくるかなと思うんですけどもね。まあどうにか、まあいい方向、よりいい方向、できるだけね、いい状態にっていう感じでね、思ってますけどもね。まあちょっと、えー、今日の発表的には、1、2ヶ月、最低でも1、2ヶ月、 もしかしたら増えるかもしんないしって感じですけどもね。まあ、現状最悪ではないけども、良くもなかったというね、えー、印象かなと個人的には思いますけどもね。そして今日藤波さんね、えー、いい感じで投げたということでね、2三振ですかね。まあ、前回ちょっと良くなかったって感じでしたけども、今回は復活したということでね。まあ、結構報じられておりましたけどもね。ただ枠の問題でどうなんのかなみたいなことも言われてますけどもね。 私、果たしてまあ、開幕メジャー残れるのかというところですねで。あとは今日のトレードルーマーズですけども、パドレスがディランシース獲得ということで、えー、ホワイトソックスからシースを獲得しまして、で、ドリューソープと、えー、イリアルテ、ザバラ、で、メジャーのリリーフの、えー、スティーブン・ウィルソンですかね、を、 まあ、えー、ホワイトソックスに送ったということになりましたね。まあ、ソープなんかはね、ヤンキースから、まあ、外のトレードで来て、で、また今度ね、えー、ホワイトソックスに行ったみたいな感じになりましてね。まあ、ちょっと、ドジャースとしてはパドレスにシースが行ったみたいなことなんでね。まあ、そのね、えー、変はちょっとあれですけどもね。ただ、まあ、いきなりなんか出てきたな、みたいな感じ思いましたけどもね。昨日、レンジャーズとパドレスがね、ちょっとなんかね、有力かもねって言われてて、今日もう決まったんでね。 まあ、これでパドレスもね、ローテーションとしても計算できるところが増えてきてね、えー、ちょっと良くなってんじゃないかなとは思いますよね。結構ね、今年はまあお金を使わなかったし、抜けてった選手たちも結構いたし、トレードした選手もいたけども、まあその中で最後ここね、韓国行く前にね、えー、決まったというところなんでね、まあなかなか良い,い両手にはなったのかもしれませんよね。というところでちょっとね、シース、もうこのままね、開幕かなって言われてたけども、 えー、急に決まったというところにはなりましたね。あとはですね、えー、ブルワーズのウィリアムズですね、が、えー、背中の2箇所を骨折しているということで、三、えー、3ヶ月程度、まあ、かかるというところですかね、プレイ再開にはね、という感じでは言われておりますという話ですね。 まあね、ウィリアムスも、こうトレードでね、ドジャースへっていうことで、ちょっとね、えー、話題には、まあ、若干上がりましたけどもね、その選手ですが、3ヶ月欠場へということになりましたね。まあコールもそうですしね、こうやってどんどん、まあ怪我人は出てきましたね。まあその中でまたね、補強に動きが出てくる可能性もあるわけですけどもね。まあ、やっぱ怪我人は多いですよね。あとはジオリトですけどもね、えー、手術したということでね、えー、インターナルブレースでしたっけ あれをやったということみたいですね。だから完全なトミー・ジョンを受けるよりは回復が早いということなので、まあ、うまくいけば来年シーズン全部投げられる可能性はあるよという話ですね。というところでまあ今日はこれぐらいかなと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。で終わりまーす。